じゃあプレネチェックやっていきたいと思います。今週はシュプリーム23年 FW シーズンのウィーク13ですね。ドクターマーチンの新作シューズが発売となりました。ドクターマーチンは3カラー発売になったんですけれども、ブラック、パープル、シルバーともに、ソールドアウトになっていると。特にブラックが一番早く完売になりましたね。そしてパープル、それからシルバーという順で、人気となりました。それからレギュラーアイテムでも注目のアイテムありました。まずはショットのシェアリングボンバージャケット、これ26万4000円もする、高額商品だったんですけれども、前からソールドアウトになっていると。それからペイズリースタデッドワークジャケットやダブルニューペイントパンツ、これも人気になりましたね。ポーラテックのジャケット、これはネイビーが非常に人気になりました。それからビッグロゴジャガードフーデッドスウェットシャツ、今週の一番人気でしたけれども、前からソールドアウトになっていると。それからこれが今週一番早かったですね、ハンドタイドビーニー、特にマルチからすごく早く完売になりました。それからブラボーベルも人気になっていたということで、レギュラーアイテムも粒揃いなウィーク13ですけれども、果たしてプレについてるアイテムあるんでしょうか。楽しみですね。はい、こちらはシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということで早速プレネチェックやっていきたいと思います。ドクターマーチンを見る前にレギュラーアイテムから見ていこうかなと思いますけども、まずショットのシェアリングボンバージャケット、これ26万4000円しますけれども、前からソールドアウトになっております。特にレッドが早かったですね。それからブラウン、ブラックっていうような順でしたけども、いつも通りメルカリ、ラクマ、スニダンなどのフリマサイト中心にチェックしていきたいと思いますけど、どれ？よいしょ、あれ？入んないね。なんだ？はい。さあ。お、どうでしょうか？もう出てるけど、売れてはないね。38万とかで出てる。はい、これ出ないかな。あ、入った。はい、すいません。ということで、出てるけど売れてはないね。はい、ブラックが出ておりますけど、これはまあ、リセールで出すような、アイテムじゃないですよね。26万4000円定価しますんで、それで買ってすぐ売るとかって、リスクが高すぎますね。売れなかった時の。ペイズリースタデッドワークジャケット。これも人気になりましたね。ブラウン、ブラックともに完売になってますけど、ブラウンの方がちょっと早く完売になったのかな。定価9万9000円これしますんで。はい。ああ、これも結構高く出てるけど、売れてはないな。この辺もやっぱり、定価がやっぱ高いから、なかなかリセールで上乗せで価格金額っていうのはなかなか出てこないですよね。15万とかで出てますけど、売れてはないと。ダブルニューペイントパンツ、これも結構早かったですね。ブラウンが特に人気になりました。ブラウン、ブルー、ブラック、どのカラーも非常にかっこいいですけども、これも定価は6万8000円しますんで、ダブルニューペインターパンツ、なかなかこうやっぱりこうプレーね、そんな安々となんつかない。あ、これちょっと待って、スターデッドだね。スタペイズリースターデッド、これつけなきゃいけない。多分ダブル2だといろんなの出ちゃう。ちょっと待って、一番バックにつければいいか。はい。ああ、うおー。ちょっと1個売れてる、8万6000円。ちょっと待って。ペイズリースターデッド、ダブル、まあちょっと待って。ダブル2ペイントパンツ。はい。なかなかこれは、って売ってれてはないね。やっぱちょっと高額すぎるんだね。ポーラテックジップジャケット。なかなか今週はプレって、なんかこのメルカリが使いづらくなっちゃったな。この一個一個こう、何この、メルカリの使いづらさよ、これ。どうなっちゃってんのこれ。変わって、なんかあんまりこう、使い勝手が、悪くなっちゃった。はい、ポーラテックジップジャケット。これ、パープルカラー、パープルじゃないや、ネイビーカラーが非常に人気になりました。このカラー。29,700円。これは定価安いですね。
これもまあ出てるけど、まあプレってはないですね。定価最終値下げ。あ、でも定価割れてはいないけど、もう定価付近ですね。ということで、なかなか今週プレね、なかなかついてないと。ビッグロゴ、ジャガード、フーデッドスウェットシャツ。これも人気になりましたね。ブラック、パープル、が人気になったと。そして、ヘザーグレーも完売になってきているということで。定価29,700円。あ、これはいっぱい出てそうだな。ブラックが39,000円。あ、ちょっとプレってるか、これは。35,000円。ややプレだな。5000円ぐらいですね。ヘザーグレーも、36,900円とかっていう。出てるね、これは。これは、すごいね。標的にされてますね、これは。35,000円ぐらいだな。なので、ややプレぐらいですかね。本当に。5000円か6000円かっていうところぐらいですね。結構いっぱい出てますね。で、やっぱり、どうなんだろう、リセールだとでもまんべんなく売れてんのかな。売れてるよりも売れてないアイテムの方が多そうなので、まあそこまでこう積極的にみんなリセールで買ってるっていう感じじゃなさそうですね。なのでまあちょっとプレミアムという感じでした。スモールボックスの LSD なんかも発売になりましたけども、これは在庫非常に多いと。それからハンドタイドビーニー、これがねマルチカラーめちゃくちゃ早く完売になりましたね。今週一番早く完売になったんじゃないかっていうぐらいのアイテムでした。定価は結構高め。ビーニーにしてはちょっと高めの8,250円しますけれども。ハンドタイドビーニー。おお、うわー、すごい。これだね、今週1は。19,000円だって。1万プレね、倍、定価の倍になってると。ハンドタイドビーニー。マルチだね。これがまあ、今週のプレに、プレね、一番のプレねだね。これが実物か。ブラックはまあ12,000円とか15,000円ぐらいまであんのかな、上は。ブラックはでも12,000円前後ぐらいですね。で、マルチカラーは19,000円とかまであるということで、これが今週の、まあ多分一番のプレネになってるんじゃないかなというアイテムです。やっぱ完売になるのめちゃくちゃ早かったですからね。アイテム結構出てんの？すごい出てるね。ハンドタイドビーニー。ラクマでもちょっと見てみようか。ということで、あ、そうね。18,000円か17,000円かっていうところで。それに何でもちょっとチェックしていきたいと思いますけども。この辺のショットでのジャケットとか出てますけど、まあなかなか多分履歴ないでしょうね、これはね。それから、このペイズリー枠ジャケットなんかもちょっと高めに出てますけど、なかなか出品数少ないですね。それから、ビッグロゴ。ビッグロゴはだいたい3万前後、定価プラスチョロって感じですね。なので、まあそんなプレミアムついてないんじゃないかなという感じですけども、WD ペインターパンツもこんな絵な感じ、8万とかぐらいになってるんですけど、取引数はそんな多くなさそうですね。で、さっきのハンドタイドビーには、ああ、やっぱちょっと高いですね。8万5000円ぐらいまではついてるよという感じになってると。それから最後、ブラボーベル。レギュラーアイテムの最後ですね。ブラボーベル。これも人気になりましたけど、4,950円。変な、ドットが入っちゃった。これはこれはまあ、ややプレぐらいになってんのかな。7000だね。4950円だ。2000円のプラスぐらいですかね。7000円ぐらいで現状取り。これは結構売れてますね、リセールで。なので、これリセールでこれだけ取引量があるっていうのが、やっぱり人気のアイテムになってるんじゃないかなと。リセールでは人気のアイテムになってると。ブラボーベル。2000円ぐらいの少しプレミアムがついていたということで、最後、ドクターマーチン見たいと思いますけど、ドクターマーチンのラムジークリーパー。3から出ましたけど、やっぱブラックが一番早かったですね。まあ、コーディネート一番しやすいというところなんでしょうね。その後、パープルが売り切れになって、あと、まあ少し余裕ありましたけども、シルバーも今は売り切れになっていると。定価31,900円でした。お、
あ、1万ぐらいプレミアムついてんのか。1万もっとだな。1万2000円ぐらいプレミアムついてんのかな。ブラックがやっぱり人気ですね。4万前後ぐらいまでにはなってきていると。4万5000円ぐらいまで上あるな。ってことは1万5000円ぐらい最大プレミアムついてるよということで、パープルとかシルバーなんかもうほとんど出てもないもんね。シルバーは出てもないんだね。ドクターマーチン、ラムジークリーパー。あ、やっぱり4万前後ぐらいですね。ラクマで見ても。あ、シルバーも4万ぐらいで売れてると。まあ、4万2、3000ぐらいなのかなと。1万2、3000ぐらいプレミアムがついているという感じで。これもまあ、若干、少しプレってますね。水難で見ようかな。水難見ると、あ、なんだこれ。はい。あ、出てない。出てないね。まあいいか。まあ大体そんな感じでしたので、まあ4万2、3000という感じで1万2、3000ぐらいはプレミアムがついてると。特にブラックはやっぱり人気ですね。まあこれコーディネートはやっぱ何でも合わせやすいですからね。ジーパンでもいいし、あのチノパンとかね、ワークパンツとかね、何でもいけるんで。まあそういったところでやっぱ人気になってるんでしょうね。まあ使い勝手非常に良さそうなアイテムですよね。ということで、今日はプレゼンチェックやってまいりました。ドクターマーチンとハンドタイドビーニーが、共に1万円ぐらいプレっていたということで、ビッグロゴジャガードフーデッドスウェットシャツは5000円ぐらいかなというような感じでした。ということで今日はこれで以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。